あなたを輝かせる心の目覚まし、天使のモーニングコール講座です。今日は大川隆法総裁作詞作曲の楽曲、たとえ世界を敵に回してもを紹介したいと思います。この曲の中で、勇気それもある、気概それもある、大胆さそれもある、不屈の闘志それもあるというふうに4つのキーワードが歌詞の中で出てきています。で、今回はですね、それぞれ一つ一つの言葉を深掘りして考えてみたいなというふうに思っております。その中で今日は勇気について少し考えてみたいなと思っております。ではまずはじめに、このたとえ世界を敵に回してもという楽曲の一部をお聴きいただきたいと思います。作詞作曲は大川隆法総裁、歌を歌っているのは小原ゆかりさんです。ではどうぞ。今お聴きいただいてます、このたとえ世界を敵に回してもという楽曲ですが、この楽曲、たとえ世界を敵に回してもということですので、もう皆さん自分のこととして考えてみたいと思います。もう世界中の人が自分の敵だというふうに想定してみてください。もうちょっとやってられませんね。もう人間として生きていけない感じだと思います。それでも、自分の信念を貫き通すことができるかという、問いかけの楽曲でもあるんだろうと思います。じゃあその中で、この自分の信念を貫くためにこの勇気という言葉がまたとっても大事になってくるんだろうというふうに考えるわけですね。勇気、さあ皆さん、周りの人からあなたは勇気ありますねというふうに言われた経験はあるでしょうか。あるいは自分自身の自覚として、私は勇気ある人間だと思っている人はどれぐらいいるでしょうか。多分、私が想像するに、結構な数で自分自身は勇気がない人間だと思う人の方が多いのではないかというふうに思います。かくいう私自身もどちらかというと全く自信がないタイプの人間でもあるという自覚があります。ただこの勇気というものは人間としてとっても大事なものだということは分かります。
その中で自分自身の心の底から勇気というものを奮い立たせるということはどうやったらできるんだろうかということをずっと考えている人間でもあるんですね。例えば学生時代を思い返してみたときに、他の子が周りからいじめられていると思ってください。でいじめられている子、いじめている子、いじめている子たちが複数人いるとします。そのいじめている子たちに対して、そんなことしちゃいけないだろうっていうふうに、いじめっ子たちをいさめるという勇気が本当にあるかどうか、ということですね。もしそういういじめられている子をかばうようなことを言うと、逆に自分がいじめられるんじゃないかというふうな恐怖心が出てきたりします。そうすると、やっぱそういうことを言うのはちょっとやめておこうかとかいうふうに思う気持ちが出てくるのも、一つの人情といえば人情かもしれません。ただそこで勇気を持って、いじめられている子をかばうようなことを言えるかどうか、いじめている子たちのそのやり方は間違っているんだということを言えるかどうか、こういうことがあるのではないかと思います。あるいは会社の中で上司と部下である自分がいたとします。上司が言っていることがあまりにも理不尽だとします。そうすると、その上司に対してそれはおかしいんじゃないでしょうかということを、還元する勇気があるかどうか、そういうことをもし言ってしまった場合、急に、待遇が悪くなったりとか、時によっては左遷されてしまったりとか、降格されてしまったりとかいうこともあるかもしれません。この中で勇気というものが、本当に自分の中にあるかどうか問われてくるところがあると思います。ここで一つ考えてみたいと思います。勇気というものに対して、なぜ勇気が出ないんだろうかということを考えたときに、自己保身という言葉が出てくるんですね。私の中に自分を守ろうとする心があると勇気というものが出てこなくなるわけですね。先ほどお話ししたように、いじめっ子をかばうとすると今度自分がいじめられる、自分がひどい目に遭わされる、そういう意味で自分を守ろうとするから勇気が出てこない。あるいは会社の中で上司に還元する、でもそういう言葉を上司に対して言うと今度自分が冷遇される、そういう意味で自分が守れなくなる、だからそういう言葉が言えなくなる、そういうことがやっぱあるんじゃないか。でつまり勇気が出てこない、その根底にあるものとして、自分を守ろうとする弱い心、自己保身、小さな小さな自分を守ろうとする心がある。でもこれを言うというのは大義として立っている、これは正義にかなっているというものに対しては、もう自分の身を守ることすら置いといてでも言わなければならない。これを言わなければどん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 、学校の中、クラスの中、あるいは会社の中で悪がはびこってしまう。こういうことに対してはちゃんと言うべきことは言うんだと、自分がどうなっても構わないのでその悪を押しとどめなければならないというふうな気持ちが出てくるのではないかと思います。こういうことを考えただけでもやはりなかなか出てきにくいものがこの勇気であろうというふうに思うんですね。ただこのたとえ世界を敵に回してもという楽曲からしても、この大川総裁に臨んだ仏法真理というものがあります。これは今必ず世界中に広げていかなければいけない。でもそれが敵に回ってしまう、世界中が敵として自分に向かってくる、でも今の世界を見渡しても間違いなく今の状態ではこの地球は良くならないんだと、
必ずこの真理を世界中の人たちに知ってもらう必要がある。それがこの地球の正義に間違いなくつながるんだということであるならば、世界中の今80億の人口がいると言われてますけども、その人たちを敵に回してでも真理を広げていく戦いに出なければいけないんだという気概が出てくるわけですね。その意味ではその勇気が出てくる、その自分自身を奮い立たせるための勇気というものが出てくるのではないかというふうに思います。その意味で、自分を守ろうとすると、途端にその勇気が出てこなくなる、そういうものを、自分の心の中で、上手に調整してしまっている自分がいるのではないかと思います。でもその自分を守ろうとするという自分は、実はとってもとっても小さな自分を守ろうとしているんだ。もっと大きな自分を守るためには、実はその小さな自分、その小さな自分というのは結局この世において、この肉体自己という自分を守る、安住させる、そういう自分でもあるんだ。でもそんな自分はもう守らなくていいんだ。なぜならば、私たちは大川総裁から、この世の世界とあの世の世界ということを明確に教えてもらっています。この世というのはあくまでも仮のものなんだということですね。仮初めの一時期の宿りにしか過ぎないんだということです。本来の世界は霊的世界であり、永遠の生命を持った魂、霊的存在が私たちの本来の姿であるんだ。この本来の姿を守るためには、この世の仮初めの命というもの、この仮初めの人生というものを捨ててでも、実は大きなる大義、神の正義というものを守る必要があるんだということですね。それを守ろうとした瞬間に、本当の意味での強い強い勇気というものが生まれてくるんだろうというふうに思います。その勇気を奮い立たせた時、本当の意味での人間としての幸福を感じるんだろうというふうに思います。私もまたそういう幸福感をたくさんたくさん味わいたいと思い、今日もまたこういったチャンネルでお話をさせていただいている次第でございます。ぜひ、このチャンネルをご覧になられている方々、あるいは世界80億すべての方々が、本当の意味での大いなる自己というものを守るために、小さな自分を捨ててでもこの勇気を奮い立たせる、そういう人々で満ち満ちますことを、主エルカンタレにお祈り申し上げたいと思います。ありがとうございました。